どうもスペラルの馬です。以前もご紹介した、我が家で飼育しているデグーのトビザル、トビちゃんですが、飼育を始めてね半年が経ってだいぶ成長しました。ただ、初めてのデグー、まあとっても可愛いっていうこともあってかなりもやかしてしまったことがありまして、今ね見てわかる通りものすごくまん丸な体型になってしまいました。まあこれはね主にトウモロコシとかねひまわりの種とかそういったトビちゃんがね喜ぶような、餌をねあげすぎちゃったのが原因だと思いますので、今はね、ダイエットしてくれるようにちょっと豆を減らしてチモシーをもうメインにずっとあげています。まあ1日1回ですねこんな感じでチモシーをね、ケースの中に入れておくと、まあ自分でどんどん食べていってくれるんで、それはそれでありがたいんですけど、もうねケージの前にね誰かが通るとすごいもう豆が欲しくてしょうがないらしくね、すごく、もう入り口まで飛びかかっている感じになってます。まあ一日の大半を何かしら食べているか、回し車を回しているか、寝てるか、砂風呂浴びてるかっていうのは一日になりますのでね、まあ食べることが一番楽しみなんでしょうけども、本人にとっては。まあこのままね、ちょっと、さらにまん丸になって太っちゃうとね、ちょっと高さのあるケージで上の方に上がらなくなっちゃうのでね、この子の健康状態にはよろしくないので。こんな感じで、美味しくね、チモシーを食べてくれる分にはいいのかなと思います。で、この前はね、休みの日もあったので、まあ、いつもね、チモシーで、まあ、我慢してくれてるというかね、食事してくれてるっていうのもあるので、ちょっとこう、ご褒美に、ひまわりの種とか麦とかね、そういった形の、おやつなものをたくさんあげることにしました。はい、それがこちらですね。トウモロコシとかあげて、まあ、トビちゃんがすぐ飛びかかってきますが。めっちゃ怒られました。デグーはね、げっ歯類なので、何か怯えたりとかね、そういうのがあると実際に噛む子、まあ、噛んじゃう子も、多いっていうような感じになるんですけども、トビちゃんに関してはね、こういうふうに、まあ、自分がね、大好きな餌を食べてるとき、大好きなおやつをね、もらってるときに邪魔されるのはすごくゴリっぽくらしいので、そんな感じに、すごいね、抵抗するんですけども、ただ実際にこれでね、噛んでくるっていうことはないです。まあ、今回みたいにジャンプをしてるぐらいね、すごい威嚇っていうのは初めてだったんですけど、まあ、気を取り直して、もう一回、日を改めてね、おやつをあげますけど、まあ、普段は、全然、こんな感じでね、すごく、ぴよぴよ、嬉しそうにね、食べてくれて、撫でても全然、こんな感じで怒らないです。ちょっとね、怒っても、さっきみたいにね、こう、手を払いのけたりとか、そんな感じでね、全然噛んでくることもないので、まあ、非常に、トビちゃんは、いい子だと思います。デグーのね、寿命は、だいたい、その5年からね、10年っていうような形なんですけども、まあ、もう半年も経てばね、ほぼほぼ大人のサイズの方にも成長はしているので、まあ、これからもね、まだまだデグーの情報っていうのはそんなに他の生態に比べるとやっぱ少ないですけども、いろいろ調べたりね、しながら、長生きしてくれてね、一緒に
過ごせる時間が多くなってくれるといいなということで、飼育の方を続けていきたいと思います。またレグーの動画を上げていきますので、よかったらご視聴お願いいたします。それでは今回はこの辺で、さよなら。